メディアに登場するアングラの方にお越しいただき、楽しいトークをして、その中で、普段メディアでお話ししないことをお話しいただき、それを皆様にシェアするでんでん丸超人対談、末広がりの第8回はマグナム長尾さんです。あ、どうもこんにちは。今日はどうもすみません、いろいろと。俺なんて別にそんなの話とか、ええ、超人とかって言うから全然そんな超人でもないし、あの何でしたっけ、あのラッキークラフトのなんか大会でなんか言うの、あの H1 グランプリって言って、あの、ええ、ハードベイトのね、ええ、大会ありまして、ワームとかを使っちゃダメなんで、ダメで、たまたまね、はい、お客さんが、はい、知り合いと行くんだけど、ええ、行けなくなっちゃったから、はい、直さんあのお願いしますって言って、はい、トップだけ一本持って、はい、トップだけ一本持って、ほんで何もあの知らないで行ったんですよ。はい、で、まあ関東は本当釣れないんですけど、はい、関東釣れない相模湖で、はい、8月のもうカッチカチ暑い35度ぐらいある炎天下の中で取って、ボカンでかい取って、で見事に、それ。長寿じゃないですか。まあまあまあ、まあ、でもね、やっぱりね、トップウォーター、うん、僕まあもうずっとトップやってるんですけど、うん、あれはね本当にね、うん、爆発力ある。ああなるほどね。もうね、レノさん来業なんですけど、来業も前はトップ来業なまずトップウォーターじゃないですか。爆発力は半端ないですね。ああそれをまあ証明できたみたいな。まあまあ実際ねずっと僕 JB やってて、あまりにもこうなんでか。そのトップウォーターっていうのはっていうのがあったけど、お店がトップウォーターなんで、はいはい、トップをお客さんから聞いてやり始めた時に、うん、その僕たちのトップウォーターって、実際トップウォーターっていうのはこうなんかかっこよく朝のこう静けさをこうベンチベイトとかあるんですけど、ビッグベイトに近いトップウォーターなんですよ。要はもうでかいルアーでボチャン掘ってこうやる、はいはいはい、なるほどね。それで、うん、いかにちっちゃいルアーで一生懸命やってるやつよりでかいの釣るみたいなのがスタイルで、ああ、はいはい、でまあこうやって喋ってても、まあ水の中ですよ、はい、ボチャーン落ちたら全員向くでしょ、はいはい、ああはいはい、バスだったらおお何落ちたって見るでしょ、見ます見ます、見るでしょ、はい、でも静かにうまいことキャストトップぐらいでピョンと落ちたら全員無視、ラパン事故してたら無視や、気がつかないと思うでしょ、はいはい、でもボーチャーン落ちたらうわーみたいな、奥に行こうかみたいな、あそれが俺らのスタイルで、あもうでかいの掘りまくって、はいはいはい、真夏の暑い時でも出る、ほんで真冬のトップウォーター真冬やったことあります？真冬はあんまりないですね。でしょ、あ奥地あのやっぱライオとかナマズとか意外とこうオフシーズンなんでとかなるでしょ、はい、トップウォーターって、うん、まあまあそのあれあって、うん、真冬でも投げてるんですよ。ああなるほどね、出るんですよ。あまあ今はもうね3月末になって、はいはい、ある程度水温上がったんですけど、うん、2月1月2月でも出るんですよ、はいはい、ああなるほどね、そんなの考えられないですよ僕もね、まあ、まあ JB やっててはい、はい、まあ冬はセオリー通り、うん、こうワームで、うん、オダをこうやったり、はいはいはい、メダルスプーンでこうやって、はいはい、セコイ釣りやったりするんだけど、はいはい、うん、真冬のトップで出るんですよ、はい、あすごいですよね。トーナメントだったじゃないですか、もともとそういう世界で生きていた人が、うん、そのね、あのトップでこう、うん、あの H1 でこう優勝したっていうのはそれがすげえ思う。いやだからね、俺の、うん、多分俺がトーナメントだったら、トーナメントだったら、うん、未だにワームに変わるもんを投げてたと思うんですよ、うん、その釣れない相模湖だったら、はいはい、イメージ的にちっちゃい、そうですよね、ベビーシャットのダウンショットとかいっぱいいるんですよ、はいはいはい、でも俺がやっぱもうトッパーなんで、こう一本スミスのあの A456M マグナムをあの50本の P ラインつけて、ああマグナム好きですか？あの昔ですか？いやあのね、いやあのね、マグナム 56M って言って僕スミスさんと開発して、まあもちろんスミス僕昔いたんですけど、まあタモコさんの話して、やっぱり F560 って名品のサウナなんですけど、
それはトップオーダーで最強なんですよ。でも、はいはい、ちょっとたるいんですよ、はいはいはい、僕から言わせると、はいはい、いい層なんだけどたるいから、はいはいはい、やっぱボートポジションから言うと5、6ぐらいで、 あと今トップオーダーって言ってもさっき言ったようにビッグベイトっていうかでかいルアーで取るっていうのが、はいはいはい、昔みたいにこうね、2分の1とかもっとちっちゃいやつやるんじゃなくてリアルなね、そう、ベビーポッパーもうそう、でかいやつってボカーンみたいなのがスタイルになったんで、はいはいはい、で、もっとタモさんもっと大きいあの1オンスぐらいしょえるやつ作ろうって言って、はいはいはい、テストでいっぱいもらって、はいはいはい、6本目かな6本目で OK 出して、うん、それが今のスミスの FO56M M っていうのはミディアムじゃなくてマグナムっていうシリーズで出してもらったんですけど、それがもうやっぱりマグナム長尾そうマグナム長尾で出してくれたんですよそれはもう多分トーナメントで使うトップウォーターのロットだと最強です。ああなるほど、ね、60本ぐらい仕入れた方がいいですよ。それはああうちも仕入れた方がいいですね。もう絶対仕入れた方がいいほんまに、うん、なぜそれがいいっていうか FO60 ってまあ多分ね、全てのトップオーダー業界っていうかインディーズメーカーは、はい、スミスさんの FO60 っていう竿を、うん、メインにああそれを硬い弱い短いやってそれを参考にしてっていう、ああそれは基本なんですね。そうなんです、はいはいはい、その FO60 の、うんまあ、僕もずっと使ってたんですけど、それの、うん、1オンス背負えてバット強くして、はいはい、でちょっと短くして、はいはいはい、手返しよくするっていうので作ったんですけど、はい、よっぽどいい竿ですよ。なるほど。なぜ、うん、そういう、まあ、グラスの昔がな要はね昔のトップオーダーっていうのは皆さん知ってるようになんていうかこう柔らかい竿でベロベロの竿で、ベロベロ竿で、まあ、丸型の最後につけてやるみたいなスタイルだったんですけど、はい、だからそれはそれでいいんですよ、はい、もうそれはもう正解なんですけど、はい、僕やっぱりその H1 グランプリに出させてもらって、はい、やっぱり遊びじゃなくて取んないとダメじゃないですか、はいはいはい、かけたら取りたい、はいはいはい、ほんでなおかつでかいルアーを投げれて、はいはいはい、手がしいっていうことで、うん、まあ玉子さんのテストしましょうって話になってやったんですよ。だからその竿は僕はまあもうガンガン使ってるんですけど、うん、ほぼ弾かれないし、はいはい、出れば乗る、はあはあ、なるほどね。そういう竿をずっとテストしてきて、はいはい、やっと去年のね、はい、まあ秋ぐらいに出て、僕は開発した時には、はい、まあ、もちろんバスで開発したんですけど、はい、関東のねバスもねでかくなってるんですよ実はね。釣りは釣りって言っても僕も今年も2月に1本取って、はい、3月取ったんですけど、はい、まあ52、発売52で、ね、で、ちょっと前の水温8度ぐらい取ったのも47、うん、なるほどね。だからカスミとかもトネガももちろんでかくなってきてるから、ね、そういうある程度ビッグフィッシュに対してのパワーロッドっていうので作ったんで、まあナマズにももちろんいけると思います。ああなるほどね、それはちょっと楽しい、ね、もうあれですよ、俺から作ったんですよ、デネバーデネバーの俺から。あ、そうか、だからそうか、だから H1 グランプリはそういう話があった、ね、だから僕はもうトップウォーターで攻めた、トップウォーターで釣りたい、釣って勝ちたいって言って、うん、要はハードベイトナンバーワンを決める大会なんで、はいはい、ハードベイトって言ったら何が一番強いんだって言ったら、うん、僕はトップウォーターと思ってるんですよ、はいはいはい、スピアベイトももちろんクラックベイトもいろんなあるけど、はいはいはい、ハードベイトといえば、はい、トップウォーターが俺一番と思って俺で、はい、出てるんですけ ど、 あ、なるほど、やっぱ実際僕その3秒で勝たせてもらって、はいはいはい、もうみんながあいつ何者だとアホちゃうんかみたいなそんなこんな釣れらん時にあんなでかいルアーであんなでかいバス持ってきたみたいなのがドカーン行っちゃって、はい、でその前もうねある程度僕ブログとかウェブショップでやってたそのアメリカンドリームって言って、はいはい、ヘビー側のルアー、はいはいはい、それをまあその3年半ぐらい前に、うん、ギルモアってあったでしょ、はい、ヘビー側のルアー、はいはい、あれがほんまめちゃ釣れるんですよ、はいはいはい、ほんでそれを一生懸命僕それで釣ってて、はいはい、こんな釣れるんだったらと思って、はい、いつも釣ったらこうギルモアでやったら、はいはい、もうブログで出しただけで、はい、ヤフーのオークションとか買えなくなってから、あそう炎上しちゃって、あもう1万オーバーですよギルモアが。あそんな俺釣っただけで、あそんな影響力あったんですね、はい、それで、はいはいはい、まあ、僕ももちろんギルモアをこう発売したかったんですけど、うん、もうギルモアのヘビがないと、あほんで、あいろんなことやってて、はい、じゃあ俺が自分で作るしかねえなって言って、うん、その昔僕アメリカによく計算のおかげでよく行ったんですけど、はいはいはい、そこでギルモアの、はい、
社員の方がいたんですよ。はいはいはい、はい、その革の貼ってた。ああ、なんとそれも偶然っていうか、偶然で、まあそのオールドタックルショーで、あーあのメール、あーそうかそうかそうか、アメが行った時にお会いしたってことね。そうそうそう、まあお会いしたんだけど、その知らなくてメールやり取りしてて、はいはいはい、でまあ知り合いに探し、そのギルモアを売りたいんだけどっていう話したら、ええ、もうギルモアは革はやってないと、はいはい、でもギルモアにいたあの人が、うん、アメリカで、ほうほうほう、あの違う会社、はいはいはい、もう釣りじゃない会社やってるっていうから、じゃ あのアドレス教えるからメールしてくれると。そんなして俺のギルモアの写真とか送ったら、結構英語でですか、英語でこうやり取りしたんですか、あれ、まあまあ頭あのベリーグッドナイスフィッシングなんで、はい、アホな部類に入りますからとりあえず、まあ、ヤフーの和訳で、あの翻訳ソフトでやってベロンと送ったわけですよ。でまあある程度釣りってアメリカ行っても、まあ、いろんなとこ行っても分かるんですけど、うん、釣りは、うん、あの買い物とか行ったら、うん、英語喋っても何も分からんけど、うん、釣りはまあもう通じるんですよ。あー、リーグとかだったら、そうそう、サスペンドとかシャローブレイクライン、うん、それってやっぱ趣味の世界で同じで通じてくれるから、はいはいはい、まあまあこうやって書いて、すごいな、検索でやったら、うん、おおって言って、俺が当時作ったルアーで、こんなにも釣ってくれたか、お前はすげえんだっていう話になって、はいはい、で俺は今も違う会社やってると、はいはいはい、あのやってるから、うん、もちろんルアーの張り方、はいはい、ヘビ側のやり方知ってっから、はいはいはい、じゃあおめえの好きなやつを言えと何センチの何インチの何こんなやつ言えとハッと送っからって来たんです。ああ、そうなんですか、個人的にやってくれる、本当に。それはすごい恵まれ、まあほんまにそんなことないんですけど言うたんですよ、うん、じゃあまあとりあえずギルマの大きさで、うん、こんなの送れと、うん、でまあブログにも書いてあるんですけど、そのアメリカンあの向こうから送ってきて、はいはいはい、もうめちゃかっこいいわけですよ、ヘビー側で、ね、こうこれだみたいな、しかも本物ですからね、そのそうまるで作ったのかって、そのストーカーがやってたやつを着たわけですよほんで何やこれ超かっこいいやんって投げたんですよ、はいはいはい、バーン沈んじゃってあ、トップボードなのに、お前よトップボードこれはギルモア欲しくて発注したのに、うんうん、お前沈むぞこれよと適当なお前木でやってあかんねんみたいな話をしたわけですよ、うん、ああ悪いって、うん、そこら辺にあった木を削って、うん、カバハッタ送っただけや、うん、あのおめえ好きなのトップウォーターかと、うん、トップウォーター欲しくなったら軽い木で、うん、アメリカなんとかウッドと、俺もあの向こうもあんまり利用できなくて和訳、うん、してくれるんですけど、うん、それで貼ると、うんうん、はいはい、ほんでじゃあもうちょっとこういろんなダーターとか、はいはいはい、あんなんもできるから言えって言って、いろんなダーダーとかそのポッパーとか、ほうほうほう、もちろんダブス社とかいろんなこう210みたいなアウトとかいっぱい出して、はいはい、でブランク来たんですよ、はいはい、なら当時まあ僕3年ぐらい前ですけど、うん、商品で来ると革張りってめちゃお高いんですよ、要は革は税金かかって20何パーですよ。ああそうなんだ、そうだからサンプルで送ってくるのは別に、高い、そうサンプルで あの針なしでノーパッケージで来るんだったら、うん、ある程度安いんですけ いいですけど商品で来ると高いんですよ、うん、ああそうなんだ、お前税金でお前何万円のルアーになっちゃうじゃんみたいな話になって、ブランクで遅れて行ったんですよ、はいはいはい、とりあえずそのテストブランクで来たら、うん、僕がテストして、うん、あこれはじゃあポッパーあのダブルスじゃいいなとか、はいはいはい、これ古く強いからあのライブラリーにいいかとかみたいなんで、はい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 、全部ブランクで送ってテストして、はいはい、OK 釣れたやつをじゃあ何百個みたいな八回のしてブランクで来てリグミ僕してあのあまあベイダーさん頼んでるんですけど、はいはいはい、そっから火ついたんですよ。ああやっぱりその小林優子、はいはいはい、あの変態野郎、そう変態野郎、そうだから今ちょっとお話しようと思ったんですけど。あの要はマットソニック理論ですよね。マットその通り。その皮とか、そう、その金属を見せないとか。まさしくその通り。柔らかい動き。そう。だからバスって、はい、まあ人間ってこれ見た瞬間に、はい、これ硬いと思うんじゃないですか。思いますね。これ口に入れるんでしょ。硬いから。そう入れないですね。バスもそれぐらいの勢いあるんですよ。はい、それがマットソニック理論で、あこれも硬いと思ったら食わないじゃないですか。ああ食わないで、ね。でもここに質感ですよね。うん、チーズケーキ乗ってたら柔らかいと思って食うでしょ。あ生酢もそうです。でしょ？生酢もそうです。あれ分かってるの？表面がその柔らかい。そう柔らかいとバイトしてくる。そうだから硬いとちょっと止まるみたいな。フロッグの皮をかぶせて、うん、なんか大きいのするとか。でしょ？あるんです。生酢でもそういうのがあって。だからフィッシュイーターは本来まあバス生酢のライトとかいるんだけど、うん、
完全にそれはあると思う。だからまあバスでも中黒子とはめちゃくちゃ出んのに、ああありますよね、ありますあります、プラコットは食わないんですよ、はい、あれってあの僕ね一回ねマグナムの前に川あるでしょ、はい、あそこで亀いたんですよ、はいはいはい、亀泳いでて、はいはいはい、その亀にバスビュー来たんですよ、はい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 、見てて目の前で、はい、うわもう亀こうやって泳いでたらビュー来て亀硬いじゃないですか、はいはい、その瞬間にこいつバス食おうとしたのに、はい、口閉じてボーンとついたんですよ、はい、で亀ひっくり返って、はい、わーわーわーやってたらもう一回来たんだけど、はい、また硬いからこうやってついたんですよ、はい、だから一瞬にしたやつはフィッシュイーターだからこの硬い ボディがあると思ったら口閉じバイトってあるでしょ、はいはい、端がトップオーダーでよくある、 はいはいはい、はい、あれって完全に見切ってる、あ硬いと思ってる、硬いと思って食いに来たけど、あもうこいつ硬いからやめようって言って弾いてる、でも皮張ってると、はい、素材が柔らかいんですよ、水に沈んでると、はい、柔らかいから完全に食うなるほどね、だからまあ僕もいろいろテストしてきて、もう皮張ってか張ってないかで、ね、もうバイトが全然違う、なるほど、だって去年僕、トップ関東のトップオーダーですよ、はい167匹だったから167匹釣ったんですよ、もうワブとか釣れない、そう、うん、トップオーダーオンリーで、オンリーで、うん、釣れらんっていう関東で167匹、うん、まあそれは大したことないかもわかんないけど、うん、でもそのうち50アップが11匹ですよ、あーすごい、12、3匹に1匹50アップ、あーすごいですね、それって関東ではあり、うん、まあまあいっぱいっていうのはあるかもわかんないですけど、はいはいはい、でほぼでかくて、はいはいはい、160何匹、はいはい、でなおかつ多分バイトあったら数えてないですけど1000バイトあったと思う、ああすごいですね完全にヘビガーだと食いに来るんですよ、すごいですね、それって多分僕たちが思ってる以上にそういうフィッシュイーターって、これは食えるこれは食えないって分かってて、はい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 、それが多分ねあのバイトに出ると思う、なるほどですね、普通のトップオーダーは、はいはい、まあツルツルの、まあ、コーティングされてる今は多分弾かれると思う、あだって一瞬にして分かるから、はい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 、でもこいつ、だってお客さんでね投げて、はいはい、ボカーン出たね、はい、雨取り、はい、そのヘビ側で、はい、出てグワーやってて、はいはいはい、ボーやってボチャンバレたんだってここで、はい、でうわバレたと思って、うん、もう一回お父さんそいつ食いに来たんですよ、あーすごいですね、そんなないっしょないですね、トップオーダーかかったやつを完全にかかってたらもう痛い痛いって言って逃げていくのが普通なのにあいつらは餌と思って食ってっから、あ暴れる逃げる逃げるで逃げられたと思ってるんですよ、もう一回食いに来たんだってってことは、それはかあの針が外れたんじゃなくて、まあ、逃げられたと思ってるんですよ、魚がだからそれはヘビ側がもう食べるもんだと思ってる、うん、思ってるっていう、へえすごいですね、うん、ただねやっぱりトップオーダーってそういうのあるんですよ、あそのさっき言った真冬のトップオーダーって言って、はいはいはい、水温8度ですよ、はい、8度で投げて、あれやってたら出るんですよ、すごいですね、だから僕たちやっぱとそのいろんな考えがあって、トーナメンターの時には、はい、いやもう冬はセオリー通りちっちゃいやつ、はいはい、春先はサスメのミノとかやってたけど、はいはいはい、全然トップなんですよ、ああそういうことなんですね、うん、もううちのお客さんもトップウォーターでよっぽど釣ってますから、ああなるほどね、だから、うん、そのトップウォーターっていうのはやっぱり俺らに言うそのは夏の、はいはい、時間帯のこれとかって言ってけど、うん全然関係ない、なるほどね、あのフィッシュイーターってやっぱり、はい、逃げれないじゃん、トップオーダートップにいたら、はい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 、そうですね、もうこっからに、はい、逃げようと思っても逃げれないから、はいはい、やっぱり力あるってでかいやつは、はいはいはい、やっぱりトップ見てんさ、ああなるほどね、下に逃げてるやつは嫌がってついていかないけど、ああなるほどね、よっぽど元気あるやつは、はい、俺は寒々と思って、だって気温水温8度っていうか気温とか4度5度ですよその中でやってたら出んだからすごいですね、うん、なるほど、ね、アホともあれけどそれが俺らのスタイルで、なるほどね、うん、だからやっぱりやりきったもん勝ちみたいな、なるほどね、うん、まあそのヘビ側のルアーは、うん、ただでも単純に柔らかいからいいっていうことじゃないでしょうね、多分大きさとかやっぱりその、うん、まあまあ大きくアピールするとか、そうですよね、動きもそうとか、であとアメリカのその方とかそのあの ギルモアでしたけど、うん、ギルモアの、うん、そのまああの作った形とかそういうのもいろいろあるんですかね、やっぱりそのシンプルなルアーが、はい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 、バスって好きなんじゃない、うん、ヘドンっていうのは形変わらず、そう基本の形、そうなんだ、そのギルモアさんもそうですよ、よく俺お話お客さんとかにお話するんですけど、うん、日本人って、うん、1から10作るのがすごい得意だと思うんですよ、うん、10から100作るとか、うんうんうん、でもゼロから1って作れないんですよね、あゼロのものってないじゃないですか、うんうん、あの車があってそれを良くするとかできるけど、うんうん、それと一緒で、だから例えばあの
アメリカ人とかって、うんうん、あのゼロから一応作りますよね、うん、アラバマリーグもそうだし、うんうん、あのでかい今流行ってるでかいスプーンもそうだし、うん、チューブフロークもそうですよね、うん、あの結局アメリカ人が作ったものをもっと張り子をしましょうっていう話になるっていうので、だからそのやっぱその、まあ、蛇顔をつけるってアイデアもそうですし、うん、やっぱその大きさとか波動とかっていうのが、うん、もうやっぱりそのギルモアのならではのものなのかなっていう気がしますね、うん、本当にね、それがあって、だから例えば日本のルーはあるじゃないか、ちっちゃい、うん、あれに例えばだったらさっきの理論で柔らかければ食うのかって言ったら皮かぶせたらそと一緒の同じぐらい釣れるって思えなくて自分も、うん、まあ、やっぱ その大きさとか、うんね、波動とかもあるっていうのはやっぱあります、ね、うん、水押しであったり、はい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 、でね皮張るとね、はい、キャストした時に、うん、着水音がペタンと落ちるんですよ、はいはいはい、おめえルアをボターンと落ちるんじゃなくて、はいはいはい、皮ただ張ってないとポチャンと落ちるんですよ、はいはいはい、それってまあ言えばなんていうかカエルがそういうこと、ね、飛び込む時にそういうことですよね、ペタンと落ちるじゃないですか、そうですね、でもある程度その言うようにこれをキャストした時にボターンと落ちるんでしょ、はいはい、その違いで、はいはいはい、この一発薄い皮張っててポチャンと落ちる音とカエルが飛び込む音、はいはい、ほぼ多分同じだと思うんですよ、なるほど、ね、だから落ちた瞬間、さっき言ったようにボチャン落ちたら、もう見るんですよ、はいはい、あ、カエル落ちた、はいはい、なんか生き物落ちたみたいな、はい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 、それがバスの本能で、フィッシュイーターの本能で、うん、バッと見るんですよ、それを静かに落とした、はい、ボチャン落ちたら、はい、やっぱりそれちょっとこれ食えらんなみたいな、あ、それもあれですよね、マットソニック量ですよ、まあ、そう思いますよ、言ってましたね、うん、石を投げると魚が逃げるのに逃げる、魚が跳ねて落ちたやつは見るって言ってましたね、あの小林重工が、あ、やっぱ石なんだ、同じです、あ、やっぱね、こう世界のだから小林重工は、うん、実際やつはいいこと言ってるんですよ言ってますよね、ほんまにあいつを合ってんすよね、あ、言ってることは正しいってことですか、正しいと思う、魚の釣るに関してはね、あ、はいはいはい、だから変なこと、見た目はね、市川海老蔵みたいに見えるけどでも、合ってんすよ、あ、そういうことですよね、合ってんす、一緒のことだなと思って、その石を投げると逃げるけど、魚跳ねた時は逃げない、そう、そういう、そこを開発してるのが一瞬、だから、柔らかいもん、生き物が跳ねる、硬いものが落ちる、での違いだ、やっぱそうですよね、だから無機物が落ちるのと有機物が落ちる、うん、有機物は餌じゃないですか、無機物は餌じゃないじゃないですか、だから有機物は危険だとか、あ、無機物は危険だと感じて有機物は餌だと認識するっていう、そこら辺でもそれね、釣りしてる人がほんまに分かってくれれば、うん、よっぽど強いと思うんですよ、あ、なるほど、俺がまあまあこうアメドリっていうそのルアーを一生懸命こうやって釣りしてるんですけど、うんうん、よっぽど釣れるんですよ、あ、なるほど、僕もガイドやってて、はい、いろんな人と乗るんですけど、はい、もうバイトは、うん、みんな別にアメで使わなくても好きなの使ってくださいねってやるんですよ、はいはい、でガイドやってても、はい、もう明らかに10対1とか、あ、それが俺バイト、俺適当なんですよ、あ、別にブンブン放ってくださいってやってて、うん、ちょっとこれ釣れそうなの投げたらボーン出たり、お客さん投げた後でもボーカーン出たりするんですよ、あ、長尾さんがあのガイドサービスやってらっしゃる、ね、まあ、うん、ガイドサービスやってる、そうです、琵琶湖とか決してそういういいとこじゃなくて、ちょっと厳しい、まあ、厳しい関東で、利根川メインで、で僕のお店のメインでやってるんですけど、はいはい、明らかにいろんなルアー投げてください投げさすんですけど、はい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 、絶対まあ分かんないけど、そのちょっとでもそういうの投げると、うん、確率が高いっていうことですね、バイの確率が高い、だから釣りたいんだったらそういう系のを投げた方が確実に魚を取れると、うん、なるほどです、ね、うん、あ、で さっきからお話ししてるね、そのまあギルモアがあって、うん、そこにいた方に、まあ、作ってもらって、うん、でマグラオ系で売っとるものは、うん、ギルモアっていう名前じゃなくてアメリカンドリームっていう名前のまあブランドっていうか、そうですね、それはやっぱり、はい、まあアメリカンドリーム、まあだいぶ前のブログ見てもらったと思うんですけど、はい、なぜアメリカンドリームしたかというと、はい、またこれちょっと釣りから外れちゃうんですけど、はい、ジャパニーズドリーム、はい、俺ってまあ夢好きで、はいはいはい、そのジャパニーズドリームっていうこともないじゃないですか、ないですね、ありました、今まで生きてて俺らこんなだけ頑張って、あ、自分たちですか、うん、はないでしょ、ないですね、ないですよ、こんな一生懸命頑張ってる釣り具業界の2人がですよ夢を与えようとして子供たちにね、伊藤さんの頑張ってる俺たちがジャパニーズドリームっていう言葉ってないんですよ、あ、何億円とかないですもんね、そう、それって何でかというと、まあ僕の考えですよ、あのジャパニーズドリームっ
ていうのは、うん、なぜないかというと、うん、日本人って、うん、日本人バカにしてるんじゃないですけど、うん、頑張れば頑張るほど、うん、妬まれるんですよ。あ、それはあります。確かに俺らが、うん、じゃあ釣り具で儲けましたと、はいはいはい、あのプール付きのあの、はいはいはい、家買って、はい、フェラーリ乗って、はい、あのセカンドカーはあの BM だとやってたら、はいはいはい、妬むやついっぱいいるんですよ。あの分かりやすく言うと、うん、みんな一緒に仕事するんですよ。そう、ほんまにそれって突出できないってことですよね。もったいないと思うんですよ。だって、はいはいはい、やっぱり俺だってそういう釣り具っていう趣味の世界でね、はいはい、お店やって、はいはい、頑張ってるわけですよ、はいはい、あの伊藤さんはこうライクを広めるために頑張る、はいはい、あのナマズを広めて頑張ると、はい、俺はもうトップウォーターっていう世界を広めるって言って一生懸命やってるのに、はい、そうやってやってるやつを妬むんですよ、うん、あいつ儲かってっからムカつくとか、はいはい、そんなの別に儲かってないわけです。知ってるでしょ、釣りやったら儲かんないでしょ。あのもう泣きたくなるよ。ただもうあの視聴者に言いたいのが泣きちゃう、泣いちゃうよね。そう、まずね、あのね、利益率が薄いあの釣り具っていうの、で釣り業界って、結局まあアメリカとかだと何でしたっけ、そのシャントラップが45万ゴールドとか言いますけど、日本の釣りの世界って泣いちゃうよね。確かね、釣り業界の全ての売り上げがオロナミン C ぐらいって聞いたことがあって、オロナミン C 1本ちょっと、あれですよ、もうオロナミン C 負けてますよ。負けとって聞いたことがあって、あ、かまぼこ、かまぼこみんな知ってますよ。かまぼこ、うん、かまぼこなんてみんな食わんでしょ。正月のかまぼこ1回に負けてるんですよ。その年間の業界の12月の25から正月までに奥さん連中が買うかまぼこの売り上げに釣り業界全部出しても、あの島の足しても負けてるんですよ。俺かまぼこもう嫌になって食わなかった。それで、そのレベルの業界でやってて、うんうんうん、あんだけ一生懸命仕入れして、うん、だって棚見てくださいよ、あれ1個1500円のルアーあんなあったらどんだけ定食食えるんですか。そうなるんですよ、泣いちゃうよね。 それをみんなブー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 これ釣れなんかとかって、ね、うん、もうみんないっぱい買ってください。もうお金ある人買ったお前。そうそうですよね、アメリカンドリーム。だから俺は、うん、だからなんていうか、そのアメリカンドリームっていうことを、うん、みんなに伝えたくて、ドリームっていう名前つけたのは、うん、ジャパニーズドリームを叶えたい人間っておらんじゃないですか、はいはいはい、だから俺あまりジャパニーズドリームを叶えるために俺はスタートしたんだよと、うん、だからすごい、まあ世界を見てに人間性であったり、はいはい、そういう人を妬まない、あいつはすげえなっていう心があったら、はいはいはい、なれるんですよ、はいはい、俺はやっぱりそういう人間になりたいし、はいはい、なってみんなに夢を与えたいから、はいはい、だから成功して、はいはい、もちろんみんなに子供たちに、お前釣り具やれよって、うん、おもろいぞと、釣りの世界って言ってこんな世界で、こんないいよっていうのを伝えたいから、一生懸命、はいはい、まあ厳しいけどやってるわけですよ、はいはいはい、それを象徴した言葉が、まあ、アメリカンドリームってことですね。そう、だから僕はそのアメリカ人と一緒に仕事してるから、はい、俺はジャパニーズドリームか、叶えたいし、はい、彼もアメリカンドリームを成功したいから、はいはいはい、その名前でアメリカンドリームにしたんです。ああ、なるほどね。かっこいいでしょ。かっこいいっすね。ほんでよ、あのハビが、あのルアーがバスについてたらかっこいいでしょ。かっこいいですね、確かに。かっこいいルアーやっぱり作んないと。かっこいいですよ、ね、それが夢ですよ。ただ釣るだけだったら餌でいいですもんね。そうなんですよ。ルアーでカーンってやるの、あんなやつで釣ったのみたいな、うん、もうめっちゃくちゃリアルで、うん、餌じゃんっていうので釣ったら、じゃあ餌でいいじゃん、餌でいいんだよ、俺はもう、なっちゃいますよね、うん、ああ、なるほどね。そのトーナメンターから、その、うん、今熱く語ったその突破にこう移行したこう歴史というか、そこら辺の話ってしたことないと思うんですよ、多分。いつまでかそうなってたっていうふうに皆さんは視聴者の方が思ってると思うんですね、うん、そこら辺の話をしてほしいなと思って、まあ、うん、トップウォーター、まあ、あのね、プロショップケイズさんって、はい、まあ、本当に千葉では、はい、うん、あの加瀬社長が頑張ってる会社あるんですけど、はい、まあ、トーナメント時代にね、加瀬社長と出会って、はいはいはい、ほんで、まあ、途中もちろんそのスミスでトーナメンターですよ、うん、全てワーム、はっきり言って、うん、あの今のスタイル、今のスタイルトーナメンターとかやってるスタイル、スタイル、ほんでその時にね、加瀬社長が、まあ、僕の、まあ、この、まあ、バカさ人柄に惚れて、おめえキャラクターですね、まあ、キャラに惚れて、おめえ来いよと、うちに来いよと、来いよと、おめえやったら、はい、うん、あの仕事できなんか知らんけど、うん、宝くじ当たったような感じだと、あ、マグナムだったら何かやってくれんじゃねえかみたいな、あ、おめえだったら、まあ、まあもう宝くじなんて買えばもちろん300円か知らんけど、おめえなら1億5000万円当たる可能性がある、可能性あっから来いよ、はいはいはい、あ、そうですか社長、ありがとうございますみたいな、はい、俺頑張りますから、行きますよと、あ、で株式会社ケイズさんに入りまして、その時にケイズさんってちょっとブーム
からちょっと落ちたんだけど、うん、テンポを広げると、はいはい、大きくするから、はいはい、トーナメントのお店、はいはい、で今まであったテンポが開くからお前、はい、トップオーダー専門店やれと。はあ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 、うん、だけどすごい畑違いですよね。今までもう全く違うトーナメント当たってきた。それはスミスがあってスミスってやっぱヘドンとか、うん、ハトリーズとかそういうトップオーダーが強かったから、はいはい、やってくれよと、はいはい、で分かりました社長俺頑張りますから、はいはいはい、でじゃあまずトップオーダー専門店あのやったわけですよ、はい、今だったケーズの一緒、はいはいはい、でケーズさんが大きな店舗構えて僕がそこやらせてもらって、はいはい、その時に全く僕もトーナメンターだったから、はい、トップオーダーって分かんないわけですよ。全然その畑違いかなって。そうなんですよ、はいはいはい、畑違いです本当に、はいはいはい、でもお客さんから聞く意見が多いんですよ、はい、僕今までメーカーやってて、はいはいはい、メーカーっていうのはお店としか繋がってないんですよ、はい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 、お客さんから繋がんないじゃないですか、はいはいはい、ほんでやってて、はい、でお店に、ね、立った瞬間に、うん、店長として立った瞬間に、はい、もう直接なわけですよ。お客さんとね。そう、はい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 、お店からの店長からの話しか聞いてない、うん、最近どれ売れますって言ったらいやスナップしか売れないって聞いてるのにお客さん求めてるものはヘドンの KCH カラーであったり、あれをちょっと入れてくれよ WBS カラーであったり、もうそんな話がダイレクトなダイレクトに来るわけですよ。うわーって言って俺メーカーだった時には分かんないことがやっぱりそのブームでお店も知れないからこう泥こう暗くなってるじゃないですか。でもお客さんと欲しいもんは実際もっと店長入れてくださいみたいなのに今予算であったりなんで入れないわけですよ。それをお客さんから聞いて あそうなんだ、あ全然可能性あるじゃんみたいな、そう縮小してないじゃんと、そう客お客さんを求めてるのはこうなんじゃねえかと思って、そのネガティブな部分しか聞いてなかったのに、そうそうそう、こんなにいるじゃんやってる人、はあはあ、だからメーカーから直接お客さんが聞けて、はいはい、そうやってフィッシングショーしか一回しか聞けないわけですよ、はい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 、フィッシングショーってメーカーが出してお客さんから聞けない、はい、ね、2回しか聞けない方法を毎日聞けるわけですよ、はいはい、なんだじゃあ、はいはい、欲しいなって入れてあげるよと、はいほんでこれで釣れました直さんって言ったら、これヘドのこれすげえよとか、ハトリズのこれすげえよとか、ザウルスのこれやばいよって、でもワンボックでやってるとなんだこれって感じでしょ、俺はそんなんでって、そう俺はそうだった、ほんとにみたいな、でも、うん、そのお客さんの意見聞いて、うん、じゃほんまに真冬でも釣ってきたの、ね、ちょっとやってみるかと、1月1日にフローターってアホちゃうかって思ってたんですよ。でも、うん、それが聞いてることによってほんまかこいつなのみたいな、じゃあ俺も行くわって言って行くようになったんですよ。行くなったほんならほんまに真冬でもトップオーダー出るし、あと面白さが違いますよね。そうなんです、餌っぽいじゃないですか結局、ワンボとか自分とこして、うん、結果をなんか出すみたいなのが、まあ、遊びのほんと楽しさっていうのが、だからそこで俺は思ったのは、はい、トップオーダーのあのポテンシャルって、はい、すげえんだなと思って、あ寒いと思ってるのに人間だけで、ブラックバスって寒いと思ってないから、だって冬に釣れるバス見てくださいよ、全部ブリブリでしょ、ここであれ寒くて食えなかったら全部ガリガリだよ、はい、ダイエット中のバスでしょ、はいはいはい、あんなファットなボディのやつは真冬で釣れるんですよ、はいはいはい、しかもトップオーダーでの50アップですよそんなのそんな面白いことやんないと損でしょ、その世界をちょっとそういう感じ見ちゃったわけですよ。あそれでそのトップの方に行って、ね、それでじゃあトップオーダーっていうのはすごいっていうことで、ああそうやって言ったわけですね、アピールしてるわけです。でそのあのヘドンが好きになって、そうですよ、であのヘドンストーリーの DVD でそこら辺の、はい、話をちょっと聞きたいな、まあ、その裏話的なこととかね、 DVD の中ではなんかこうなんか単価の釣ってたような、あれもね実際ねやったみたいな、その裏話を聞きたいなと思って実際ね俺当時あの時はもう何でも5年ぐらい前なのかな、もう6年も 結構前ですよね、前ですね、うん、だからヒゲなかったから、そうもう行っちゃってもいいと思う、はい、時効だと思う、実際ね、はい、ヘドンストーリーの時は、ええ、たまたまですよ、だって、ヘドンストーリー知ってます、タマコさん、そうタマコさん、そうナンバーツは俺ですよ、あとあの、うん、で内藤さん、内藤さん、そうもう有名な中で、なんで俺が2番目に行ってるのかなおかしいやん、俺当時ね だから超人対談なんですよ、そういうところに出てきたから当時 DVD の時はほんまにね実際ねそんなね釣りしなかったんですよ。あそうなんですか、実は釣りしてない、多分今の方がよっぽどしてるぐらい、今はもうほぼ週に 3,4 回してるんですけど、当時は取材トップドの取材、はいはいはい、そういう DVD の撮影ぐらいしかやんなくて、はい、まあある程度まあね釣りやってたからその行けば釣れたりしましたけど、はいはいはい、そんだけまで熱入れてなくてやってたんですよ。あ俺はもう地元でやると、へえ、はあ、あの DVD 見たことあるんですけど、はい、全部まだ周りですよ、そうですよね、俺釣ってるの全部普通の水路ですよね、全部もちろんあのオールドのヘドンも好きで使ってましたけど、はい、オールドのヘドンって高くて当時買えなかったから、あだって
4万円、3万円するやつ投げれないじゃないですか。あの俺聞いたことあるんだけど、あのヘドリコって言葉があるんですよね、うん、ヘドがハマりすぎて離婚しちゃったっていう。そう、リコ8万とかそうしちゃうんですよ。今回クレジクロは99万円です99万円あれないでしょでも全然俺はあのヘドのストーリーっていうのは、かっこよさじゃなくて、誰もが使える、ああ現行の釣ってますよ。そうだから現行の1280円のルアーで釣れる。そうですよね。ほんでもちろんヘドンっていうのは、あのさっき言ったようにあのシンプルイズベストで、ゼロから一応作ったものたち、はい、その適当なフェイルドで投げれば出るんだよっていうことをアピールしたくて作ったんです。で結構結果出してましたよね。結構大きいのもあの時も初日で7バイトで4匹とか、で大きいのもね、そうそう最後ね、うん、あの最後は釣れなかったから50アップ釣りたくて、あの猪苗代湖って言ってね、はい、スモールマウス、あスモールもやってましたね。あの時ね、はい、ラージマウス釣れるよっていう情報で行ったんですけど、あそうなんですか、なんかスモールしかいなくて、いかにもスモールを狙ってるっていう、まあそう映像あれね、たまたまスモール釣っちゃったんですけど、あめちゃ裏話ですけど、あれでもね、本当にあれも、あれを使ったのヘドンの、はい、それこそ100年ぐらい前のルアーですよ150番っていうルアーで、あれは俺どうやって手に入れたんですか。ちょ俺がアメリカのショーでめちゃんかあれ5本フック、ダブルスイッシャーの5本フックで、ね、うん、何やこれかっこええやんと思ってこうできたんですよ。あだ向こうでは150番しなかったわけですか。150番っていうか番手がヘドンって200番から浮くんですよ。ああトップウォーター、そう、ああ番手で150番、ああ100番、ああまあいろんなあるんですけど、はいはいはい、それ沈むんですよ。ああそうか、さっき99万とかその話切れたから150万もする。99万はクレジクロのあれで、150番っていう番じゃなくて、そう番手なんです。番手ですね。だからヘドンって200番以上は浮いて、当時のね、オールドウッドは。ほんで200番はあの210サービスってこう、あのシャンプーハットって言われるやつで、そっから下は番手低いと。じゃあそれ古いやんだけど、お金は高くはなかったんですか。高いっすよ。高いっすよね。あれ俺掘ってるやつ多分ね、加瀬社長に言うてないけど、あれ15万ぐらいしますけど、15万も投げてほんでかかってヒート抜けてペラボロボロなってみたいな、そのルアーでやってるんですけど、あれもね投げ買ってきた。もう俺はもう一瞬でこれかっこいいなと思って買っちゃう派なんで、仕入れる派なんで、うわこれかっこいいわって思ったら、中本さんが個人的に買ったんじゃなくて、でオールドのショーズグループのショーズの時にオールドのタックルショーで JFCC っていうアメリカ のサイトかあの行かせてもらって買ってきたやつで、うわかっこいいわって買うたら、これって1500ドルみたいな話はわけですよ。社長にはいや3万ぐらいかもわかんないですねって言って15万ぐらい払ったやつを買うて帰ってきて投げたら沈むんですよ、お前トップオーターちゃうやんみたいなこんなかっこいいのトップオーターちゃうかと思って、まあボックスでやって投げてたんですよ。はいはい、ならすごい収穫効果あるんですよ。ああすごいんだ、あのヘドンってなんていうかね、多分ヘドンって歴史古くて、はいはい、釣りたいっていうイメージあったと思うんですよ、はいはいはい、やっぱ人間ってトップウォーターって出ないじゃないかっていうイメージ多くて、はいはい、それを沈めれば食うんじゃないかっていうイメージ多くて、あのウンデッドスプークってダブルスイッシュあるんですけど、はい、あれオールドのあれ買いに行ったら分かるんですけど、全部穴開けとオムレツ入ってる。ああそうなんだ、全部沈めてるんですよダブルスイッシュは。でもそれありなんだよ実は今になって。そうなんでどこですか、あのそうあのなんでありかガングラウトとか。そうあそうなんでありかっていうと、今あの海洋ブームじゃないですか、あのタイに行ってこうねやったりとか、あのアーマークのやったりとか、沈む水車なんて今そう沈む水車が今当時だから100年前に知ってたんですよ。やっぱりだからゼロから一応作ってるんですよ、バイジンさんは。100年前に俺ら戦争でお前オラオラやってる時にあいつら釣りしてたから遊んでたって。遊んで釣りどうやったら釣れるかしか考えてないそんなとこに勝てないじゃん。勝てないですね、うん、ね、それを知ってたんだ。ほんで俺もそんな、なんで沈むんと思って投げたわけですよ。はい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 、ゴー投げたら、はいはいはい、カスミとかマッティオータだから、はいはい、見えないんですよ沈んじゃったら。はいはい、何面白くねえなって言っても、はい、うわ沈むわってまたゴーン当たるんですよ。あすごいな。枝に引っかかったみたいな。いやバスやんか。あすごい。何回も食ってるんですよ。すごい。ダブルスイッシャーのシンキングって。あすごいですね。やっぱりと思って。ああ。こんなんあるんやと思って、そんで。釣れないから、はい、猪苗代湖って言ってもうそのさっきのスモールバースが最後、うん、最後にいろんなトップを投げてましたよ、はいはい、ほんなら、はい、やっぱりクリアウォーターやし、はい、これじゃねえかなと思って、はい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 、投げたんですよ、はい、バー投げて、はいはいはい、
クリア、ちょうどクリアで、はいはい、投げてビャーやったら、はい、もうあれ、はいはい、あのゴジアップ、はい、実はもう下からブワーって分かったんですよ。ああ、クリアだし水がもう、うん、うわーでけえね来るみたいなの分かってて、ほんで俺まだその当時その150番を使う、はいはい、こと分かんなくて、はい、来た瞬間にジャンプとかしちゃったの。ああ、分かんない、使い方分かんない。うわ来た来たってこうやってやっちゃうじゃん人間うわうわみたいな、はいはい、ほんならバーやったらビャーって出てったの。あーバー戻ってたんですよ。あーえーみたいな、あれでかくなかったですかみたいな、あそれまで話しててやばいっすねみたいな話してて、これ四国がやばいよみたいな話して、でずっとこうあのゴル大将打っていって、はいはい、でちょっとこう風やんで、はいはい、なんかこうなんかいい感じのとこあって投げたら、はい、ただ喋ってたんですよ投げて、はいはいはい、でこの150番投げたら、はい、まあスピナーベルトなわけですよ、はいはい、ガー巻いて喋ってたらバーン当たって、ああそういう風な、ええー、みたいな、狙ったわけじゃないんだ。だから、多分バス来たからって言って人間がこうやっちゃうと戻っちゃうんだけど、はいはい、ただスピナーベルトみたいにこうシューってやってるとビューバコーンみたいな、もうルアーの自分化した偶然にも、あーなるほど、これかと思って、はい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 、分かりましたよってこの使い方みたいな150年前の人たちが100年前のこと分かりましたよみたいな、任せとってくださいみたいな感じで、あの DVD でも俺カモンビッグバースって言ってキャストしてるんですけど、もう山田でしやってあそこにでかいのいたって分かってて、こう風がちょっとなだらかになってて、もう投げた、ほんならもう落ちた瞬間にボチャンって言った瞬間にバス見てて、もうビューっていうの分かってたの、うわ来たみたいな。その時にやっちゃうとダメだから、もう一生懸命無になってただ巻いてるだけ、シューって来たら、おお来た来た来たバコーンですよ。ああそういうふうだ、よっしゃーってもう一応バあのジラルして、そっからギューいっちゃってやめていけみたいな。ほんでまあ当時100年前ぐらいのルアーだから、あんまりスモールバスすごいから、ガンガン、あのヒート抜けちゃうじゃないですか、はいはい、グラつきってやべこれやべえやべえとかやってて、 あいつですよ。あら、そういう話だったんですね。だからあれは本当にもう当時からヘドも分かってたんですよ。ダブルシスターで沈めれば釣れるってすごいですよね。スピラベイトとかそういうの近いもんと。あで今になって追いついてきたわけですね、この今の釣り業界がね。そう、それは勝てないですね。勝てない。あと DVD はライオン系の DVD がああのまずほあの北への方ですね。あれすごい苦労してるなっていうのでもう地図にもない道もないみたいなのでなんかウェディングしてやってるんですよね。クマの襲いなの、あこれの苦労を作ってね、あの DVD 作ったのはそのヘドンがあってアルバンさんから出させてもらって、はいはい、で安井さん羽倉と一緒に出てるんですけど、はい、安井さんと友達で、はい、たまたま安井さん家のお店遊びに行って、はいはい、ほんでああでもねって話こうやってしてたら、はいはい、いや長尾さんそんないい話になったらライギョやろうよみたいな安井さんのあれで、うんはいはい、ってライギョって俺まあまあライギョあのやってたけど、うん、そんな淡路島なんです俺兵庫県の淡路島、はいはい、だからちっちゃいやつだ、ライヒー、ライヒー、ライヒー、うん、そればっかり釣った台湾道場、台湾道場、はいはいはい、60センチぐらい、60センチぐらい、あれを毎回釣ってて、ほんで安田の話したら、うん、いやもっとごっつのか、カモルチの、カモルチ、うん、あれをすごいんだって、うん、ライギョってこんなおもろいんだって言うから、はいはいはい、って言って、じゃあ釣れてくださいって言ったら初め、はいはいはい、で、いやもういろんな情報あって、はいはいはい、まあ厳しくなってきてるけど、いろんなとこあるから。うん、じゃあ DVD 回すって話だったんですよ。あそ俺がアルバンさんの話して、次安井さんと、はいはい、あのライをやりに行くから DVD 回してくださいみたいな話で、はいはい、ほんでその鍛えと、ああそうなったん、鍛えはまあまあいるんですよ。僕もそんなにライをやったことなくて、釣ってましたよ。バスやっててライを釣れることあるけど、あんだけ真剣にね、ライフィッシングでやったことなかったんで、はい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 、安井さんで全部タックル借りで、はいはい、チューニングの声とかやらせてもらってやったんですけど、はいはい、あのねちょっとね行く時がシーズンオフだったんですよ。ああ北はほぼ、はい、雪国で、あ本当に暑い日じゃない、そうあの季節じゃない、そうほんでね、うん、雪解けが終わってから、はい、6月ぐらいからかな、はい、始まるの分かんないけど、はいはい、こっちよりやっぱり 2,3 ヶ月遅くて、はいはい、ほんで終わるのももう9月になったら終わっちゃうんですよ。寒いから、あじゃああれもう一瞬なんですよ。もうちょっといい時期だったらじゃあもっとあれ遅いんですよ。あ9月ぐらいに行ったのかな。ああそういうのも知らないですよね。そうだから、ああそうなんだ、あれまあ僕もね、あんだってまあ僕が下手ピーだったってそういうラグ知らないでやってたから、うん、安井さんってこう一発一発こうキャストに集中して食わすみたいなんだけど、はい、俺がバスマンだから、はい、ただ投げて曲げてるだけで、はい、バイトすごいんですよ。もうアメリカンドリームです。もう僕も
ボンボン出て、うわーみたいなのやっちゃって、取れないんだけど、それぐらいいる。ああ、そうだったんだ。多分関東で味えない、量はいっぱいいると。あ、で、ただその、期間も限定だしっていうので、まあ、それでフィルムも、ま、守られてる。そう、ほんでね、ブラックマスさんいないから、あいつら、フィッシュイーター、ナンバーワンあいつなんですよ。ライグルなんですよ。はいはいはい。平気で、フラとか、ボラ食ってて、ほんでね、カエルいない。北はカエルがいない。あ、そうなんですか。だからカエル来ないんですよ。土壌がメインで。あ、じゃあ魚っぽい動きをされた方がいい。そう、土壌と船がメインで、船ポッ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 こうアッパ、暑いからアッパップしてないんですか、はい、それをボーンって言ってる。あ、だから出ないんですよ。だから羽倉さんってなんかその船を模した鍋とか出してるのさ。彼はやっぱりそういうライオンで大好きで、うん、極めてるから、うん、そういうのをフィールドでフィールドでこうやってるから、うん、だからそういうので、うん、やっぱりマッチザベートじゃないけど北は帰れないから、はい、中古フロックに出ないんですよ。帰る動きしちゃダメ。なぜあれは俺がバンバン出たかというと、うん、俺って早いからビビビビビビって逃げてるのに対して出るんだけど、ゆっくりやってると出ないんですよ。ああ、なるほど。魚の動きをしなきゃそうですね。それは知らなかったんですよ。だから多分土壌区っていうか土壌ってこう空気吸いに行って、あ、ちょっとちょっとボーンってブワー慌ててるんですよ。うわ慌ててる慌ててる慌ててる。ああ、土壌食われてるんですか。そう。だから、面白い。長いルアーにちょっと新規じゃないけど、まあまあ縦置きにして掘ってちょこんちょこんやってたら、ペッションっぽい動き。ちょこんやったらボカーンってもう下打たれてる。ああ、すごいですね。だからそういうライゲンもまあいろんな食ってるあれがあると思うんですけど、マッチダベイドですね。いろんなのを試した方がいいと思う。あ、なるほど。俺はバスだからそういうリンクを考えてやったからあれしたんですけど、あ、なるほど。食ってるもん、はいはい、ないけども、ここはカエル食ってる、はいはい、ここはボラ食ってる、はいはい、ここはじゃあネズミ食ってるみたいなのをやった方が確実にバイトは増えるし、なるほど。違和感なく食ってくると。なるほどね。あそこはカエルいないから。カエルいないから。ロケのあれがどうなの。まあ寒いのもあったし、ある程度こうシーズンに恵まれたのもあったんですけど、うん、あれは2回行きました。あ、2回分なんだ。あれ2回行ってる。あ、そうなんですか。1回目はしょぼいので、俺がウィードにあれで巻かれてみたいなのがチューとかしてるのは1回目に行った時で、あの時は1本1本か2本1本ぐらいしか取れなくて、はいはいはい、ほんでじゃあもう1回行きましょうって言ったの時に、もうまあちょっとずれ寒くてずれ込んで行ったのが、最後安井さんいいの取ったんですけど。だから2回トータルで結構何、2週間もそんな感じですか。どれぐらいの何日ぐらい行ってたのかなと思って。いや、まあ1週間以上やってるでしょ。やっぱそうですよね。3泊で結構大変でしたよね。そうそう、ほんで毎日釣りしてて、あんだけの映像でね、うん、でなんか綺麗ですよ、もちろんいい画像ですよ、うん、でもでなんか危ないこととかってあったんですか、いろいろ。なんかでそのいわゆる熊に足かかるとか、うん、熊とかこんなでかい鹿が襲われたのなんか。あんまりそれはないですか。あんまりないかな、うん、もう普通に、普通にまあぐらい平和に。でもね、まあまあ、うん、蚊がでかいとかも聞いたことあって。いやいや、そう、これ食われるよ。そう、なんか軍事用のクリームのなんか。そうじゃあダメだって。痛い、やられる。もうでかい蚊だ。あいつら蚊が、熊とか四角させるから。形はあの蚊なんですか。蚊だけど普通に本土にある蚊だ。みたいになったと、うわでかーみたいな。マジですか。もうね、ここから刺してくる。あ、これを貫通するんですか。スクックをビニール刺してる。マジですか。だから、ほんまに自衛隊系のあるじゃん。あれやっとかないとダメ。クリーム系の虫よけみたいな。だからよく外人でやってんじゃん、こんな。あれないと、全部やられる。もう安いのも全部やられてる。もう真っ黒なのよ、やられて。ボコボコだよ。結構何週間も残って。痛い。だから、あれ刺してるんですよ、クマ。クマ刺してるから。クマ、分厚い皮膚を。そう、やられちゃう。そうなんだ。それは気をつけた方がいい。それ以外はもう、快適。結構快適。飯も美味しいし、空気も美味しいし。ああ、なるほどね。で、ライオ2もやったじゃないですか。ライオ2。なので、2が、あれ結構ね、まあ自分もいろいろライオの DVD とか、番組とかいろいろ過去に見たんですけど、あれ結構名作だな。なんでか、なんでかっていうと、まずその綺麗な風景とか、ライオが出るとか、ライオのまず、魅力を、まず余すところなく、それはやってますよね。で、お笑いやり、ドラム滑って。面白い。で、ちゃんと安井さんが大きいやつを撮るっていうドラマもあって、で、DVD はすごい俺、というふうに。いや、でもね、本当にね。かなり傑作だと思って。僕もね、
まあまあああいうライブってこう個人個人でやってるのが多いんですけど、はい、ああやってこうフレンドリーに、あ、そう、そこですね、うん、あの一発目のこちらの評判がそうで、うん、今はそのライブ先生、安井さんが先生で、うん、僕が生徒みたいな感じで、そう、あのハウトゥーじゃないけど、うん、ある程度こうなんていうか、代表そうそうそう、その部分もある歌のシーンだよっていうのを伝えるので、そうですね、 やり始めて、はい、ほんでナンバー2もこういう風にやらせてもらって、もうナンバー1があまりにも良かったって言うから、はい、ナンバー2やってくださいっていうお客さんの声が多すぎて、ああ、そういう流れだったんですね。そう、ほんで2やりましょうかってなったんです。それも2年後なんです。また今年もね、さっきはその話してね、うん、ナンバー3欲しいでしょ、見たでしょ。あ、見たいですね、ナンバー、見たでしょ、全員ナンバー3、なんとナンバー3、これめちゃめちゃあるじゃないですか、すごい、ここ声があって、そうそうそう、もう皆さんが言われてから、アルバンさんもちょっと、まあ、まあでもあのね、雷行、まあもちろん雷行の DVD なんですけど、ええ、なんていうかこう違うじゃないですか、雷行とは、雷行の DVD と違う、俺らのこう旅をしてるっていうか、本当の釣りの面白さを伝えたいっていうので、ナンバー3もまた今年ね、あー、そうなんですか、やろうかなと。本当ですか、2016年、お、楽しみでしょ。実はそれ考えてるんですか。これ重大発表ですね、これ。いや本当に、ね、それはすごいですよ、でも本当ね、うん、3出るなら本当楽しみですね。それ今裏話でしたね。 あと2あります、なんかこう2はね、裏話的な、うん、安井店長がなんかしたとかいや2はね、2南行ったんですよ、中尾さんがこうしたとか、南行って、そこもね、やっぱりすごいフィールドでね、僕もまあ実はね、あれ一人やったでしょ、俺。はい、一人で、一人ぼっちやったじゃん。そう、勉強だみたいな。こう、滑ったり。そうそうそう、やったでしょ。あれ、まあまあ、安井さんね、ちょっとこう、雷行ってね、もったいないのが、こう、フィールドを、こう、来ると怒られるとか。あ、ありますね。おい、まあまあ、隠すみたいな。あ、そうですね、あれあるんですけど、それをこう、ちょっとこう、言われたみたいで、ああ、ここの部分はちょっと出さないでほしいとか。そうそう、出さないでほしいっていうのが連絡来たわけですよ。はいはい、怒られちゃって。で、彼はやっぱ彼のやっぱプライドがあって、はい、そういうメーカーさんであって、はい、ライギョ守る人間だから、じゃあ俺はもうここは控えるよと。あ、ライギョの人たちに考慮して悪いから控える。あ、彼はやっぱり男ですよ、ハートありますよ。あ、でも、あ、で、長尾ちゃんとりあえずやってくれと。あ、で、長尾さんは別にそうエキスパートでもないし、そこのフィールドをその大事にしたいなっていうクレームをしてる人たちも聞いたから、言う人たちも、長尾さんがその別にそのバリバリのエキスパートじゃない長尾さんがちょっとこう釣れないなっていうシーンを撮るぐらいだったら、まあまあ、妥協できるっていう話、で、ああいうふうに。でもね、まあ、これもすごい裏話にました話なんですけど、うん、逆にそれで結構あのシーンが面白かったんで、うん、ね、DVD の作品としてはいい作品でした。ほんでね、これ一人ぼっちでね、そう、いい作品、夕方やってるわけですよ、一生懸命。いいと思いました、あのシーンは。転びながら。うん、ちょっと全然釣れずに。やったみたいな、うん。それぐらい厳しいわけじゃないよって、うん。ほんまに釣れないんですよ。うん、あれ、夕方の6時半ぐらいにやっててですよ。うん、7時ぐらいにキャバクラの姉ちゃんが来てねって言われてるから、もう頑張ってあいつって、キャバクラ行かないとみたいな話に なってるわけですよ。でも釣れないから、もう大世界でやって、6時半に釣って、もう出して、佐古さん帰りましょうって帰って、キャバクラに行ってたわけです。裏話。まあそんな話は置いといて、ピーって置いといて。いやいや、もうピーじゃないです。ほんで、使います、使います。ほんで、その前の日にね、安井さんが、ホテルで俺はもう男だからって言って、長尾ちゃん行ってこいよって言ったわけですよ。はい、ほんで、もうね、俺ほんとにヘタッピーでライブやったことないから、うん、めちゃんこでかいのかけたんですよ。ああ、そうなんですか。実は、はあ、佐古さんがね、あんだけ大久保さんとかいろんなライブ、中村さんの DVD 撮ってる中で、はい、今はね、見た中で一番でかいやつ。へえ、俺実はあそこかけてるんですよ。へえ、すごいっすね、うん、夕方からお昼ぐらい入ったのかな、そこをまあまあでかいのいるっていうことで行って、一人で行って、投げて、いや、一生懸命やったんですよ。うん、ブワーン出て、はい、それもすごい裏話。ブワーカーン出て、ほんで、おっしゃみたいな感じで、ブワーカーン合わせたら、もうめちゃんこ、でかいライオンが顔出して、かかってて、ほんで、もう、やっぱライゴって DVD ギュッとアップするけど、はい、今まで撮影してたのが一番でかかった。すごいっすね。うちわぐらいあったっていう、はあ、だって佐古さんだってあんだけあんだけ撮影してて、あんだけ一番俺マジで飛んで、俺そこでうわーでけーみたいなこうやったんだけど、すっぽ抜けちゃった。ああ、やっぱそのフッキングとかレベルライゴとかやったことないから分からんかい。だってボーンってもう俺のフルパワーでこんななっちゃって、こんなの
でやってるんだよ。5000円バカなんか使ったから、みたいな、ポロみたいな、みたいな、もう怒られて、あんなでかいのバラすなよみたいな。だけど怒られてもね、みたいな。ほんでめっちゃもショックで、まあ本当に言うようにで、もうね、ライドってやっぱりまあ1メーターないか知らないけど、1メーターの魚動くということはこっち向いたら2メーターやられるわけじゃないですか。その30 50センチの魚じゃなくて、ボワカーン行ったらもう2メーター動いてこう合わせても、すごいっす、ああみたいな、あれでしょ、そういう感じに受けちゃって、あーすごいな、ないよやべえなみたいな、あーすごさを、なんやこの野生感みたいな、味わったんですね。ほんでもう悔しくてですよ、取れなかったな、ほんで安井さんにホテル戻って、悪いけどって、ブルーな気持ちわかるけど、俺が取れへん、最終日、最終日ね、とりあえず、もうそのあれ最終日俺魚取ったんですけど、もう飛行機の時間あったんだけど、午前中だけ、あの魚、俺安井さんに取ってほしいし、あんな魚ライブいるんだったら、歴史残るかもわかんないから、やってくれよと、でまあいや俺もうここでやりたくないんだけどって言って、いやせっかく来てんだったら、釣れても釣れなくても DVD 撮ってて流さなかったらいいじゃんって、やめればいいじゃん、ああそうすれば、ね、そう自分 の, クレームの写真だけでもいいし、撮れるかもわかんないからやってくれたら、場所言わなければいいから、そうそうそう、ほんで安さん来てよって言ったら、じゃあそうやったらいいかと、でじゃあ DVD 撮って回すけど、安井さんが OK だったら発売する、安井さんがダメと思えばやめとこうぜって話で、で朝一もう時間ないから、もう飛行機行かんとあんから、暗いうちだったでしょ、暗いうちにその俺がバラすとこに行って、で俺が左側に行って安井さん右側に行って、こっちでバラしたから、こっち投げてもらってるんですよ、いろんな投げてもらって、ほんで俺もこっち投げてちょんちょんやって、あれ1投目か2投目かな、朝一ボーン言うたまあ暗がっ、こんな感じ暗かったから分かんなくて、バーン言うたけど、どっちが分かんないわけですよ、音がすごくて、ああどっち食ったんだ、暗いみたいな感じになっちゃって、ほんなら俺だと思って、ボーン押したの乗って、で、あの時に俺はど素人だったから、雷魚ってもうすごいから、そのままこうパワーでやるとしても取れないわけですよ、もう食ったら合わせて後ろを戻ってみたいな、安さんがあの時に DVD 2億人買ってもらったら分かるんですけど、下がれ下がれって教えてくれた、あー言ってましたね、言ってたよ、下がれ下がれって言った瞬間に俺ガーこう かけてガー下がったんですよ、あれが良かったんですよ、俺全部かけたのこうやったんですよ、あー下がれ、ほんならバラしちゃうんですよ、下がれ、バーンってゴーみたいな、それがライオンは俺知らなかったんですよ、だから安さんの時いてもやって取れたんですけど、下がれって言ったから取れたんですよ、あーなるほど、やっぱ先生ですよ、ほんでゴー下がったら、あれボーンボーンってもう暴れんだけであれで、ほんで取れたんです、取れたんですね、だからあれ安井さんの先生がなかったら、俺あの魚も取れてないし、やっぱりね、そのいろんなこう釣りをね初めてこうやるっていうのも、ある程度こう、ハウトゥーじゃないけど先生がいて、でまさか教えてあげて、ライギョっていうのはこうだよと、ナマズっていうのはこうだよと教えてあげないと、魚にはやっぱり巡り合えないと、あ、なるほど、だって俺、ね、多分その初日にかけたあのやつ、何センチか分かんないけど、下がるっていうの分かってたら取れたかもね。ああ、そうですよね。よっぽど出なかったみたいだよ。なるほどね。で、なんか聞いたら、あのフィンドって今もないとか、なんか工事してなんか。いや、まだあるでしょ。沈めちゃったとかなんか。まだあるんじゃない。ああ、違ったのかな。いや、でも多分そこだと思うけど、うん、法律で上げ、海水になるって言ったけど、うん、去年ダメ、セーフだから、まだあると思う。だから今もチャンスだと思います。ああ、なるほどね。あれ、海水になっちゃったら死んじゃうけど。そう、なんか、あの海水になって。もうなっちゃった。いや、海水だって、死んじゃうっていう話は聞きましたね。だから、そこになる前に行った方がいい。あ、絶対ライドマンは、俺は進めると思う。だって、あんだけまで人もやってなくて、フィールドが美しくて、やれるエリアないと思う。そうです。で、まあ、今ここでね、この番組で、そのクレームを、で言う方もいるかもしれないですけど、その将来なくなってしまうっていうふうに考えるだったら、ズバも釣ってると、まあ、それは、うん、これ釣って、あのリリースすればいいんやろ、自分のフィールドに、あ、逆にその保護してほしい、そう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 、あ、それでじゃあ、まあ今回、うん、そういうクレームを言う方に対しても言いたいのは、あれなくなってしまう可能性があるフィールドだと思います。だから、いっぱい釣って楽しんで、それをあの、まあ、持ち帰るかわかんない、ライブってまだね、外来生物になってないから、その守り方をちょっとしてほしいなっていう、
で、あと DVD が、あのこいつ日本それありなの、それもなしなんじゃないの、そうありなの、こいつ日本の、うん、もうあのメディアに登場するアングラっていう話なんで、あれ、なんか、あのあれかな、あの小林重工が、うん、ピンポンみたいな、名古さんみたいな、おーおー、家であれ、本当な、あれですか、あれオレンジ、うん、あれクワガタムシ、あれってやつあれ、うん、あれだからあのシーンっていうのは、あの、うん、そういう、まあ、シナリオがあったのか、本当に小林さんが急に来たのかっていや、あのね全部あのままなんですあのままなんですか、だからあのままバーベキューやって本当にじゃあ小林さん来たあのまま来て来て、まあ、もちろん回してるけど回してるけどあんな感じです。あの筋掛けない。筋掛けない。ドラマみたいな。なるほどね。うん、であの1と2があったじゃないですか。うんうん。うん、で、寒い中やったんでしたっけ、1は。ああ、かな。感じずりぶん。そう、お正月とか。ああ、やってた、うんうん。あれもあれですか、そう。めちゃんこ知ってますね。あの家族のあれですか、家族のあの時間よりあっちを取ったのか。なんかまあ、そう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 。言って、そう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 。それも。うん、リアルですか、あれも。そうそう、やりながら。まあ当時やっぱりあれもだいぶ前だけどね、小林さんそういうなんていうかこう人にないものをこうあれ持ってたじゃないですか、はい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 、マットソニックじゃないけど、はいはいはい、このおっさん完全に怪しいだろと誰も相手されないから相手するしかないだろみたいななるほどね、それがあったから一緒におってあ、それでしょうか、まあ今日もしょうもないメールいっぱい来てたけどまあそれもまああの聞いてあげて。あ、ごめんっていうことは。あ、こうしたことあるんですか、なんか。もう、まあ、あんまりね、こんなことない方がいいかもしれないけど、一応まあね、やっぱり、車も拒まず。拒まずで。猿も拒まず。あ、そう。まあ、いろんな、やっぱり長い人生、こう、やってるとね、いろんなことありますから。ほんまに。ワンとツーはどっちがあの楽しかったですか、やっててっていうか。ツーは、ええ。ナマズでしょ。そう、ナマズです。ほんで、ワンもあるワンは、あの、デリゲーとか、コバキュー X とかが、要は、ワンで、で、うん、あの、名古屋さん的にはこうね、こう、気分が乗ったのかどっちだとか、あんなことあった、こんなことあったとかあれば、裏話的なことがあれば、さっきみたいにこう。いや、俺、裸でやってるやつとかあるじゃん。あります、あります。あれ、ももよ、笑えんじゃん。あれ、ほんまね、放送禁止だと思うよ。見てください、皆さん。ギューとかってな。そう、売ってますからね。まだ、あの、若い時だから、あれって裸ないんだけど、今はもうただのデブだから。あんなの裸ないんだけど。なるほどね、そういう話分かってっていうね。まあでも、釣りはね、ほんと面白いですよ。ああ、なるほどですね。トップドはほんとね、お世話になりましたね。ああ、エヴァさん、はい、エヴァさんっていうか、編集長にお世話になって。で、なんかもう終わっちゃったっていう。そうですね、A 出版さんが亡くなっちゃったから、あれだけど、うん、でもほんとにね、俺こうやってトップオーダーの業界で生きていけるのは、はい、あのエバスさんがいたから、うんうん、ああやって盛り上げてくれて、はいはいはい、やっぱりね雑誌にこうやって出させてもらったから、はい、だってマグナム来ても分かるようにあれ民家の一家の4坪ですよこの部屋のちっちゃいとこで俺やってんだからあんなとこでよ釣り替えやってたら誰も来てくんないよでもこうやってエバスさんが俺のこと盛り上げてくれて、はいはい、まあ年々もさんがこうやってこうやって出させてくれてやったからマグナム直ってどんなやつだと あいつちょっとアホでおもろいやつじゃないかなって言って来てくれるのがあえて商売成り立ってるんですけど、はいはいはい、だからやっぱりね、俺らがこうやってやってる世界はもっとみんなにね、発信した方が素晴らしいことやってると思うんですよ。まさにドリームです、ね、いや、本当そうだと思いますよ。でも、しっかり今日面白い話いっぱいしますいやいやいや、よかった。いつもあれなんですよ、この番組って最後にこうあの告知どうぞとか言って言うんですけど、うん、もうずっと宣伝しましたからね、アメリカの自分の宣伝も、まあね、DVD も何本買ってくれ、うん、サーモン何本買ってくれて、もう常に全部買ってます。そう、常にあの宣伝してたんで、そうね、もうあの最後の告知はもうなしという。いや、告知ね、あるんですよ、あるんですよ、告知ね、だから僕ね、まあ、宣伝じゃないですけど、次、はい、ゴールデンウィーク明けぐらいかな、あの伊藤さんにも送ったけど、あの、中空ロック。あそうだ、あれの宣伝やった方がいいんじゃないの。あ、そうか、フェイスブックで、うん、あれでも、あれですか、誰も送ってないですからね。あ、そうなんですか。誕生日に送ったのよ。そう、中空フロッグの、そう、実は自分、フェイスブックで繋がってて、うん、で、中空フロッグの写真を実は送ってもらって、これやろうっていうね、うん、メルマガでもちょっとちらっと実は、そうですね、紹介したんですよ、うちの。あのね、そうなんだ。フロックを、ね、うん、まあ僕もね、まあ僕はね、バスで考えてたんですけど、ああ、そう、中国フロック、うん、はい、安井さんとかも、その、なんていうか、マッスルベイドで、はい、いろんないいルアー あって、マルゾーとか、はい、まあ、サンゴとかいっぱい、まあ、使わせてもらってね、はい、あれはやっぱ、ライギョンのとしてのすごいいい、こう、あれなんですけど、はい、なんかね、僕ね、小学校とか中学校とかやった時って、うん、めっちゃ、もっとね、腹筋が良かった
じゃないかなみたいな。あ、要はあのスナックプルフとか、ね、うん、そう、いまだにスナックプルフが好きな人いて、うん、フッキングすごいから、ね、もうすごいし、あのネズミのあったでしょ、はい、はい、尻尾ついてるあの、はいはい、あの ボスラット、うん、もうあんなとこめちゃんこフッキングいいんですよ、はい、でライブ、まあ僕もライブやってみてね、うん、まあ10発出たら1本2本かかればいいかな、もう僕下手くそなんですけど、そんな感じ起きてて、はい、あれバスやってたらまあまあかかるんですよ、はい、なんていうかこうかかってくれたりするんで、うん、まあ、口大きいしね、そうなんですよ、はいはいはい、だからライドってこう噛む、バスがこう吸い込むみたいなのであって、そういうのでね、中空ロック、伊藤さんも送ったんですけど、はい、あれはまあそういうフッキングがいい、あ、フッキングしたくて、はい、いやもう悔しくて、せっかく出たの乗んないの多いから、世界一フッキングできる中空ロックを考えて、あー、そうなんですか、でいろんなテストして、はいはい、あれ腹がね硬くて、あ、ハードベリー、そう、上が硬いやつで、まあバスでよく使えてるやつを採用して、針もこういろんなポジション考えてやってて、あ、で何でしたっけ、ザウルスさんのあのひっくり状の足、はい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 、あの足と、はい、あのスカートバージョンで、あ、まあ、僕はまあバスとしてね、はい、やってるんですけど、まあ、あれもライオンにね、うん、ナマズとかね、ナマズとかで、あのいつ頃の発売あれね、ここに今ねカラーサンプル来てるんで、あ、じゃあもうできそうな感じ、画像を送りますよ、ピクッとこう画像、俺はまあお店がね、さっき言ったのヘドンのお店なんで、はい、ヘドンカラーとちょっとまあお茶だけじゃないけど、はい、そういうカラーリングを出して、はい、ヘドンの好きなカラーを色塗ってもらって、あー、なるほどね、である程度重りつける場所とか、はい、いろんな今までない中空ロックっていうか、はい、やっぱりあのね、針に重り巻くと、はい、どうしても噛んだ時にこう、あ、なりますね、あの、邪魔するんやつ、このお尻がピュッてこう、そうだから、針はフリーにして、はいはいはい、このフッキング、あの、フリーにして、なおかつ重りをちゃう位置につけて、はい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 、あの、やるような感じで、テストして、あ、もうめちゃんこ、俺、まあまあ、あれテストして、バイトもらえば、まあ、まあまあフッキングいいので、なるほどね、それをもう今後ゴールデンウィーク明けぐらいかな、ね、それはね、足も、バス用フロッグ、そう、バス用として、まあもちろん内業でチューニングしても使えると思いますし、よくあの、うん、フッキングいい、名前とかって言っちゃっていいですか、イメージ的にも、まあ、今ね、チャンキーチャンキーっていう名前なんですけど、チャンキー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 っていう名前で、もうパッケージも決まって今やってますから、なるほど、もうお楽しみでございます、そうそう、あとね、ひっくり状、さっきも言ったけど、ザウルスのひっくり状だったでしょ、はい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 、あれもまあ変えるっていうか、こうね、シングルフックの下についてるバージョンなんですけど、あれってちょっとベイトじゃ軽すぎて飛ばないんですよ、はいはいはい、ほんでええとこ投げてもシューって風に流されて、はいはいはい、あの足で飛んじゃったりしてなんですけど、はいはいはい、あれのね 26g ぐらいの僕肩作って今出したんですよ、それはねザウルスさんと一緒にコラボでやる、あ、ひっくり状、うん、ひっくり状マグナムっていう名前で、針はあの前の針ですか、あの下の針、あの前リガード、昔あのスランピー状ってあったあったあった、チューブループ、あれをでかい、あれを復興させてほしいなと思ってあれが欲しくて欲しくてよく、うん、あれはねザウルスさんやらないんですけど、うん、あれじゃあだから マグナムスランピー状とかあれもいいっすよ、あれで大きいやつとか、うん、もうスランピー状やってくれたらもうそれこそお客さんたちのうちの見てる人たちも泣きながらシャワー蹴って、泣きながらシャワー蹴っていいですよ、はい、だからそのマグナム、マグナムスあのひっくり状、はい、は出ます、わかります、もう肩もね打ち起こして、あ、ザウさんがザウさんカラー、マグナムはマグナムカラーで、うん、それも全国発売で、いろんなお店、あ、マグナムさんからもうちでも入れれる、そう、あ、でザウさんからももちろん入れますから、じゃあそれはね、はい、ザウさんカラーとマグナムカラーで、はい、でまあいろんなこう、俺は今年はカエルじゃないかなと思ってて、カエルをまあまあメインでやってますんで、それはね、じゃあ楽しみにしてます、うん、もういいっすよ、僕も使ってお客さんもよっぽつってますから、あ、分かります、やっぱりベイトでキャストできて、あのちょっとこうゴミの中も入れる重さしてますから、はい、はいはいはい、ということで、はい、であれですね、じゃあこのさっきから言ってたね、この夢が見れない日本で、そうだな、叶えてほしい、そう、見えない日本で、あの夢をかなりジャパネットドリームできるように、これからも頑張って活動していただければ、ね、応援してます。いや、俺は今日はよろしくお願いします。あ、そうだ、ありがとうございました。どうも。